お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのヒーラーババコヤスキャラですねやっていきたいなと思います。というわけでやっていくんですけど、もともとはナイトだった枠ですねがヒーラーになった形が最近使われてますと、まあ、いうわけでやっていくんですけど、ヒーラーもですねちょっと前の、新環境になるタイミングで強化されて、まあ、空飛べるようになりましたね。ゴーストと同じですね。はい。というわけで、強化されたものの、まあ、そんな多く使われるようになったかって言われると、まあ、使われるデッキがこう、結構ね、エリゴレとか、まあ、なんか大型デッキって限られてるのっていうことも、限られてる、ということもね、あり、まあ、そんな使用率が増えたこともないんですけども、まあ、なんか、どうなんだろうって感じですね。なんか大きく強化されたって感じもないですし、下放されたって感じもなくて、まあ、ただ渡れるだけで、でもヒーラーしかも近くに行ってあげないといけないじゃないですか、こいつ回復するための。まあ、なんで、意外と真ん中とか、隅っこから出すこともそんななく、まあ、なんか、あんま変化がないんですけど、まあ、今日はね、そんなヒーラーくんちょっと使ってあげようかなという回でございます。はい。というわけで、お!まさかの、ミラー対決説ありますよ、これ。だって、同じっすよね、今んとこ。これ、ヒーラー出して、さ、勝ちに行きたいと思います、この8枚。相手ナイト降ってこねえかな。これ絶対、ヒーラーの方が強いんですよ。いや、ヒーラーかよ、君も。まあでもこれ、絶対に、いや、勝てる、残ってる。で、いや、これスキュラデッキだけど、あるあるなのが、このヒーラーによってね、ユニットが回復することによって、まあ、スキュラの盾となる部分、いや、一発回復しかったな。こういうね、エレキ、ベビドラ、メガゴ、ババあたりが回復されて残って、スキュラ撃ってる時に、スキュラが入るというよりかは、このユニットがね、すごい刺さって勝つと、まあ、いうのが、よく見られるかなと思います。さあ、今回、まさかのミラー対決ですね。全く一緒だと思います。相手のメガゴがまだ見えてないかな。ベビーいて、エレキいて、ヒーラーもいたっすけど、タルプもありましたね。まあ、多分全くのミラーだと思いますね。で、スキュラー対決の時は、小屋は下に置いていいと思いますね。ワンチャンスキュラーも切れる、キングアラでも全然いいと思います。さあ、まあ、とりあえずユニット割いてですね。で、ボーポイしてましたね。なので、僕に言って今完全に残る状態なので、まあ、このベビー行かれちまうんですけど、わあ、ヒーラーそっか。忘れてた。飛んでますね。ここな、8枚ポイズンする必要あるかな、悩みますね。相手はエレキを徹底的にやりに来てますね。これ、棒ポイしていいですね。で、タワーも入れちゃって、相手のエレキだけ処理したいですね、僕としては。オッケーオッケー。ユニットあんま出さずに行った方がいいですね。ヒーラーで回復されちゃうんだよね。オッケーオッケーオッケー。で、エレキが残ってるので、あいつだけは処理してあげて、よしよし。なんなら、いや、ヒーラースキャラはね、行くタイミングむずいですね。相手今ユニットがフルでいるんですよ。ユニットがフルでいるので、行っちゃうと普通にヒーラー、ベビー、メガゴとかで受けられて、回復されて、カウンター来るので、まあ、自分から今ダメージもリードしてるんで変に攻める必要ないかなと思います。で、ヒーラーの真後ろぐらいにエレキつけちゃえば、絶対的にヒーラーが戦うので、あ、早めのポイズンありだな。さあ、いいポイズンされる。ちょっとやばいな。あ、ちょっとだけね。まあ、でも言うて、多分耐えれると思うんですね。よし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 。いや、いい防衛。いい防衛。相手は2周目ヒーラー使って攻めてきてますね。いや、これちょっと延命したい。よしよし。で、端前にヒーラーつけれたら神。一応エレキいるんでつけちゃいますね。これだけで相手結構防衛むずいと思うんですけどね。いや、いいメガゴだ。いいメガゴだ。いや、でもヒーラーが殴る。しかも、いやー、回復してた。なんでしないんだ。いや、いい。いや、いい。あるある。いや、なんならいい。これだって、いや、メガゴ。やれないか。やれないとなったらちょっときつい。いや、これポイズン打っていいかな。もう一枚来たら打っちゃおうかな。いや、いらないか。あれ?これさっとはスケル打っていいっすね。ユニットが残ってて、相手ちょっと苦しそうなんで、スケラを打つものの、ババがね、頑張ってます。オッケー、グッドゲーム。よし、ヒーラーがちょっとね、こう、ぶつかり合うと、またなんかこう、複雑なね、感じで良くない感じになるんですけど、まあ、ユニット残す対決、みたいな感じでしたね、今回は。でも、お互いの、スケラはほぼ入ってない気がしますね。まあ、最後に入っただけで、基本的にユニット対決になったので、まあ、ヒーラーとしっかりユニットで、まあ、ユニット残すようにね、戦えればいいかなと思います。なので、こう、ベビドラとかメガゴを横からね、まあ、相手のベビドラにはしっかりメガゴ当ててあげたりとか、まあ、なんかこう、メガゴにはエレキとかね、ベビ当ててあげて、しっかり勝つようにね、まあ、ヒーラーの範囲に入るようにユニット出してあげれば、まあ、さっきみたいな感じで、スケラデッキなんですけども、まあ、スケラを打たすとも勝てるというのがね、スケラデッキの強みですからね。さあ、ここはまあ、低めね、タワー、オッケー、タワーが殴ってますね。
で、トリトン使ったのか。いや、ここワンチャンヒーラースケラもありだと思うんですけど、ベビーいないしね。普通に打っちゃおうかな。いや、これ打たない方が良かったっすね。やったっすわ。なぜなら、このタイミングで打つと、ロイジュが出てくるのはまあ予想外なんですけど、こう、ババコヤがね、今壊れた状態なので、単純に今、端前ロイジャイとかされるだけで結構きつかったっていうね。相手も多分受けがきつくて、このどでかいやつ出してるんですけど、まあそれによってちょっと救われたまでありますね。まあまあ、で、この人はね、なんか意外と、あれ？なんかこんな感じの名前でめっちゃ電車デッキっていう、まあスパーキーレイジを使う名前の人がいたんですけど、別人ですかね。まあまあまあ。というわけで今回相手はロイジャイですね。ロイトリのオリエレキベビーヒースピーのファイボーたるかな？多分そんな感じがします。もしかしたらライトの可能性もありますけど、お、あれトリトン今いた？急に飛んでというかな、不意に出てきましたね。さあ、こっからですね、一応ゴブリオにじゃあメガゴ出しつつ、で、逆サイ来たので、あー、そっち行く？ちょっと待って、それはやばい。普通にやばい。まあ、普通にやばいけど、相手もこうスケラ警戒して、ちょっと早めに出してますね、エレキを。いや、これ来ましたね。ここで、こう出してあげることによって、いや、やばい。回復するんですよ。僕の、でもこれは多分守れますね。オッケー、ヒーラーベビー。これだけで相手は苦しい。いやー、ユニットヒーラー。回復しろ。で、これ、めっちゃ、お、待って、降りて、回復してる。オッケーオッケー。これスケラが結構いいぞ。で、ユニットがベビーが来るんだから、まあ、ユニットが一旦来るので、追加してあげて、よしよし、ヒーラーが頑張ってますね。ヒーラーが回復することによって、相手も、いや、やばい、ユニット残るっていうね、ちょっと意外な、なんて言うんだろう。相手もちょっとびっくりして、もう一枚ね、一枚二枚慌ててユニットを出さないと、まあ守れないとね、いう感じで、ヒーラーがね、勝手に事故らしてくれますね。はい、簡単に言うと。ヒーラーが勝手に事故らしてくれて、まあ勝てるっていう、まあ OP デッキでございますね。前までナイトでも、すごい使われてて、デッキ強かったんですけど、こう、まあそうですね、ずっと5打ってこなかったので、ライトっぽかったですね。まあ、ヒーラーになることによって、単純にね、デッキパワーが増しますよね。ヒーラーが飛んだからこそ、まあ、なんかあったとか1ミリもないんですけど。よいしょ。さあ、というわけで、無事勝利と、まあ、いうわけですね。ヒーラーね、大きく強くなったわけではないんですけど、まあ、まだまだ現役ですよね。バリバリのね。はい。まあ、逆に加工されてないので、普通に強いままという感じですね。で、しかもなんなら、マスケが加工されて、ヒーラーとか、エリゴレデッキとか、まあ、こういうデッキってマスケがきついんですよ。高回転のマスケで、全部撃たれちゃってやられちゃうみたいなことがあるあるなので、マスケ加工されたことによっては、まあ実質強化みたいなところはあるかなと思います。アイゴレなのでクロスかホグですね。ババコヤ構え、あー、もう僕のクロスかホグっていう考えがね、一緒にして散りましたね。いや、しかもババコヤこれミスったな。1個低くなった、あれ1個低い、いや気のせいかな。まあまあ多分1個下になっちゃったかもですね。今回相手はアイゴレとキョスケ、なんかすごいデッキですね。あのボンバーとかにヒーラーでもしかしたら殴りに行けますね。まあ別にベビーでもいいんですけど。まあこれはキョスケから行くか。さあ、ここを棒っぽいしてあげて、さあスケラ対決ですね。で、これは後ろにヒーラー当てていいと思いますね。ババを残したい。ババ小屋を残したいですね。気持ち。で、しかもヒーラーは歩いて。オッケー。いや、めっちゃいい。爆破に何も当たらない。しかもなんならこれヒーラーが。あ、やばい。うわ。待って。それは聞いてないっすよ。ちょっと待てよ。え、これやばいっすよ。大ピンチにも程がありますよ。いや、これ相手トリネも使ったアーチャーも咲いたんで、ここちょっとスケル打った方がいいっす。いや、やばい。いや、しかも、やべえ。アイゴレがめっちゃいい働きしてんじゃん。いや、でも、ババ、お願い、一発。いや、なんならもう一発。いやー、やばい。相手、キョスケスケラで、ボンバーいて、キョスケスケラかーって感じだったんですけど、トルネ入りはちょっとね、狂いますよね。いやー、これやばいっすね。やばいっすよ、マジで。どうする？だって、こっから僕の攻撃、相手もアーチャーいるんで、マジで入んないんですよ。しかも、棒ポイスキラー守るには棒ポイしないといけないんですけど、棒ポイしたら下で、攻め、アーチャーいて、キング起動されてて、マジで叶わないんですよね。いやー、これやばいな。相手勝ったと思ってんな。どうしようかな。いや、このダメージいて、ボーボイしたのに入るのいて。まあ、まだね、まだ全然ありますね。今、キョスケ咲いて、逆に今、ユニットしかないので、今、こう、なんかね、あ、ヒーラーこれ、橋から渡って壊してもよかったですね。あ、これ、オッケー。相手、スケラ撃たれると思って止めてきた。あー、そういうことか。
まあ、ここポイズン打ってあげて、キョスケがこっちに入ってこなかったら、こっちはこっちで、普通に、ね、いや、全然入んない。いや、ベビー残れ。ユニットでスケラ守れるんでね。オッケーオッケー、ベビー残ってる。いや、めっちゃでかい。で、ババが気持ち後ろいて、いや、ボーボイ回した方がいいかな。いや、これ、やばいっすね。端前、おー、新しい。これ、ヒーラーとベビーで多分、ほぼ完封できると思うんですけどね。ほぼほぼ完封できる？いや、痛えな。結構痛えけどな。やばい、結構痛え。アホみたいなの入ってる。いや、ちょっとうまい、それは。いや、いい、ババ殴れ。ババ殴んない。で、逆サイも狙えそうだか、だがって感じですね。ちょっとあのテスラ嫌っすね。僕、ヒーラーの、ヒーラー、あはー、ヒーラー。いや、これ、多分左の方が削りますね。もうちょっと待っていいかもな。で、相手としても、この、いや、ヒーラーこっそりこっそりバレるな。いや、バレた。バレちったか。まあ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 。で、いや、これちょっとむずいっすね。ヒーラー、キョスケのバカに行かれちまうか。まあ、一旦ボーポイかな、多分。一旦ボーポイで、オッケーオッケー。相手は、しっかりてかめっちゃ攻めてきてますね。いや、マジで全然あるんすけどね。全然あるんですよね。すごいぐらいありそうなんですけど、逆に。いや、ちょっとうまい、それは。アーチャー最低。ワンチャンキョスケ2来るな。いや、キョスケ2だな。いや、でも、ヒーラーがタゲ取れば。いや、これはね、ちょっとやられたな。いや、いい。ババにタゲいってる。ババにタゲいったらめっちゃいる。いや、全然入んね。いや、いい。ダメージ勝ってる。ダメージ勝ってる。ボイボイして。いや、ワンチャン勝てるぞ、マジで。あとはこれ、どんだけ入らないかだな。マジ、祈りゲーですね。で、ここは別にキョスケの爆守りし、オッケー。耐えろ。やばい。そいつやばい。ヒーラーでちょっと殴りいきます。ヒーラーで殴っていただいて、いや、そのね、テスラが、橋前テスラやばいっすね。よし、耐える。いや、耐えることしかできないけど、耐えれれば逆に、いや、やばい。ダメージが。いや、30秒あるな。よし。いや、全然ある。相手はもうスペルで削ってきてるんで、いや、これで、攻めっぽいっすね。攻めっぽいして、防衛タルで、いやー、スケラ入りすぎ。え、ちょ、脇が悪い。待って、入りすぎだね。あ、行かれましたね。これは。いやー、最初だなー、マジで。これ、気づかなかったな。キング起動、ベビーでされたっすね。ベビーの出す位置が普通に悪かったのかな。まあなんか、あれっすね。マジで、スケラって、キング起動されると終わりなんですよ。そう。で、普通に最初されちゃったので、まあ、マジでこうユニットを最初から常に出す位置を警戒しないといけないんですね。なんか相手のユニット見た時にトルネがあるっていう概念を捨てちゃったんですけど、それがね、まあ良くなかったですね。マジでこう常にトルネを警戒して立ち回らないと、ヒーラーもベビドラもエレキも全て緊急移動されるんでね。バーバリアンとかも。はい。皆さんそういうところをね、ちょっと含めて気をつけてください。はい。というわけで今日こんな感じで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、コメントともよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。